子供の頃、見上げるといつでも彼女は優しく微笑んでくれた。時が過ぎ、成長するにつれ、その笑顔を見上げる必要はなくなっていった。ただ、同じ目線になるにはまだ少し足りなかった。父は僕に無関心だった。だから僕は早く、父に頼らなくても生きていける大人になりたかった。僕の望むものはただ二つ。すべては、彼女と対等になるために。マリア。あ、エミリオ、ごめんなさい。近頃暖かくなってきたせいかつい。ぼんやりしていたというのかい？それなら僕は邪魔しないよ。もうエミリオったら、いじめないでちょうだい。ところで今日はお勤めに？いや、今日は任務なしだ。だからうちでのんびりしようと思ってね。ダメよ、私よりお若い方がそのようにだらしのないこと言っては。何を言うんだ、僕とマリアンじゃそれほど年も変わらないじゃないか。そう言ってくださるのは嬉しいけれど、年の差ばかりは縮まらないでしょ。けど。失礼いたします、リオン様に緊急の任務を伝えに参りました。お前、緊急とはいえ誰の許可で屋敷の中まで入ってきたんだ。申し訳ありません。しかし。言い訳などいい、さっさと任務の話をしろ。リオン様、私はこれで。ああ、すまないマリア。指名手配されていた盗掘者を見つけたとの通報がありました。盗掘者ごときに、どうしてこの僕が出向かなければならない。お前たちだけでどうにでもなるだろう。隊長もそう言ったのですが、ヒューゴ様がリオン様にもお伝えしろと。ヒューゴ様が。それで、その盗掘者とはどんな人物だ。名前はルーティー・カトレットとマリー・エージェント。ルーティー・カトレット、二人組の女盗掘者です。他にも恐喝などの余罪があります。今回はそれにもう一人新しい仲間が加わっているようです。報告ではルーティー・カトレットは何やら不思議な剣を使うらしく、それもあって現在まで取り逃してきたとのことです。不思議な剣、なるほど、そういうことか。わかった、場所はどこだ。ハーメンズの村です。先遣隊は先ほど出発しましたのでお急ぎください。では私はこれで。聞いたかシャル。ええ、ちゃんと聞いていましたよ坊ちゃん。話にあった不思議な剣って多分ソーディアンでしょうね。シャル以外のソーディアンと指名手配犯ルーティー・カトレットか。でも確かルーティーって坊ちゃんの生き別れたお姉さんだったんじゃ。いや、まだ決まったわけじゃない。何せ僕も会ったことはないからな。どちらにせよ無能な兵どもでは手に負えないかもしれない。シャル、早速僕らもハーメンツの村に向かうぞ。はい坊ちゃん。